パット・ロバートソンは、アメリカ合衆国のキリスト教テレビ伝道士であり、キリスト教プロテスタント保守派の指導者の一人、キリスト教と連合、リージェント大学、CBN 等を設立したことで知られている。南部バプテスト連盟の牧師安衆を受けたミニスターであるが、南部バプテストの伝統からは、離れて、精霊派に近い進学を持っている。また、 その政治的な姿勢には異論もある。それでもアメリカ合衆国において彼の創立になるメディアは保守的なキリスト教会の世論を形成するほどの影響力がある。近年はイスラエルの回復のために祈りイスラエル政府から表彰を受けている。バージニア州歴シントンの結出した政治家の家庭に息子として生まれる。父親は 保守的な民主党の上院議員アブシャロム、ロバートソン、母親はグラディス・チャーチルである。母方の血筋でウィンストン・チャーチルとは遠赤である。士官学校予科、ワシントン・アンドリー大学を卒業後、アメリカ海兵大使館として朝鮮戦争に従軍。帰国後、イエール・ロースクール等で学ぶ。司法試験に失敗したことが、 きっかけとなりキリスト教に関心を持ち始め、大リバイバリストのチャールズ・フィニーや、当時のビリー・グラハムのリバイバルの影響を受けたとされる。ニューヨーク神学校を経て、南部バプテスト派の牧師となり、1959年にテレビ局を買収すると、翌1960年にキリスト教と放送ネットワークを立ち上げ番組を開始した。1979年に、 国際放送を開始、バージニアビーチに CBN 大学を創設した。日本のキリスト教伝道テレビ番組のハーベストタイム www.harvestime.tv でも、ロバートソンの CBN の放送を行っている。福音主義派が、レーガン政権発足支援のために立ち上げた組織、モラルマジョリティの解散を受け、1989年に、 キリスト教徒連合を結成し、2000年まで会長を務めた。クリスチャン・コアリションは宗教的思考の強い政治運動でかなり影響力を獲得し、160万人の会員と議会工作や宣伝活動に多額の金銭をつぎ込むことが可能な相当量の資金を保有している。1995年には、 中絶の厳しい取締りや家庭に対する税の軽減の促進、刑務所の規律、ポルノの規律等の米国家族との契約を提唱している。1988年、アメリカ合衆国大統領選挙では、共和党の指名獲得争いを繰り広げ、ジョージ・ハーバート・ウォーカーブッシュに敗れている。 2001年のアメリカ同時多発テロ事件に対して、イスラム教の暴力性を非難する一方、アメリカ人が信仰をないがしろにして、妊娠中絶を許すようなことをしているので神の加護を失ったのだと発言している。また、事件後の2002年には、イスラエル支援の大会を開き、イスラエルへの無条件の支援とアメリカの中東政策は、聖書の記述に基づくべきだと主張した。 2005年8月に CBN のニュースの中で反米路線を取るベネズエラのチャベスを暗殺によって除くことを政府に勧めるとも取れる短いコメントをした。批判を受けて謝罪し、一つの国に対して戦争を仕掛けるよりは一人の独裁者を排除する方が良いという趣旨だったと釈明した。それには誘拐など暗殺以外の手段もあるという。チャベスは 自分の身に何かあったらアメリカ合衆国に責任があるとした。中絶や同性愛などへの厳しい立場で知られ、米保守派への影響力が大きいが、2007年11月には、翌年の大統領選挙に向け、共和党恩恵派のルドルフ・ジュリアーニへの支持を表明し、米社会を驚かせた。2010年1月、テレビ番組で、ハイチオ自身を、ハイチ国民は、 フランスの支配から逃れるために悪魔と契約したのだ。そうしてフランスは追い出せたが、それ以来彼らは呪われているのだと発言。ありがとうございます。